じゃあ次、まあね、この前のまあ復習じゃないですけど、でバレットの他にもヨガとフィットネスの部分があるって聞いたんで、できそうなものかを、まあ、フィットネスはね、まあ、道原さんもグループワークとかやってますから全然できると思うんですけど、ヨガとかってどういう動きですか？もう本当に普通のヨガの一発でできるもんなんですね。特殊です。特殊、はい、さっきバレエやった時にこういう動きで、こういう動きの時は実は全部フィットネスだったら後ろから始まる動き、バレエも後ろから始まる動き、そして本当はヨガも後ろから始まる動きで統一されてるんですよ、ワンセグメント。で、今、まあ、バレエはこれをやりました、これをやりました、はい、これスクワットの時のパートのヨガの動きなんですけど、はい、唯一やってないサイドランジの動きをフィットネスでお伝えしたいと思います。はい、では行きます、はい、まず右足を横に出す、はい、これは片足でスクワットしてるのと一緒なので、はい、お尻をぐっと後ろに引いて太ももとお尻に効かせたい、そしてそのままキープして左足で立つ、そうそう、ここでバランスをとって内ももを締める、横に開く、これが左足で手をつけると1、2、手を回る、やばい、そして両手を太ももも、はい、そして手を横に開く、クロス、開く、下ろします。で、足だけちょっと練習しましょう。そして乗る、じっと、つま先は閉じるんですよ。あのフィットネスシークエンスはスクワットの時とかって膝がこっちじゃないです、はい、なので必ずつま先の向きは正面です、はいはいはい、なのでサイドラインをした時もまっすぐ、はい、手をつけてみます、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
そんな僕に求めないでください。なんか振ったんですね。振ったんですね。目線で振られたの初めてだったね。入ってこないよ。ええ、そこはそこで会話してもらってた方が、いや、これあんまり入りすぎると邪魔だからさ。面白い。いや。